ジャコモ・ブルガレッリは、イタリア・メディチーナ出身の同国代表サッカー選手。ポジションは MF。イタリア代表として、ワールドカップに2回、欧州選手権に1回、オリンピックに1回出場。1959年にボローニャと契約を結ぶ。翌1960年、地元ローマオリンピックで国際大会デビューを果たす。1963から64シーズンにインテルとのプレーオフを制覇し、チームのスクデット獲得に貢献した。1975年まで17シーズンにわたりずっとボローニャ一筋の現役生活であり、391試合出場は、ボローニャのチーム記録である。また、1968年の UEFA 欧州選手権1968では優勝に貢献している。UEFA 欧州選手権やセリエ A では華々しい活躍をしたが、FIFA ワールドカップではあまり活躍できなかった。1962年チリ大会ではホスト国チリの露骨なホームタウンディシジョンに遭い、グループリーグ敗退。次の1966年イングランド大会ではキャプテンとして臨むも北朝鮮戦で負傷により前半34分での交代を余儀なくされチームはまさかの敗戦を喫する。結局この敗戦が響き2大会連続でグループリーグ敗退に終わった代表は帰国した際に空港で待ち構えていた怒りのサポーターから腐ったトマトや生卵を投げつけられるという出来事が起きた。A 代表としては通算29試合出場、7得点を挙げた。1975年にボローニャを退団。直後、北米サッカーリーグのハートフォードバイセンテニアルズで短期間プレーし、その年に引退した。2009年2月12日に長い療養生活の末に死去した。68歳没。ありがとうございます。